皆さんこんにちは。はい、こんにちは。アップワークさんの仕入れと PR 担当のバイヤーでございます。アップワークライターのケン360です。はい、皆さんそろそろ父の日じゃございませんか。6月の第3日曜日は父の日でございます。はい、というわけでね、皆さんこの人ね、お父さんなんですよ。はい、アップワークストアのお父さん代表ということでね、来てもらいました。今ね、アップワークストアでちょうど父の日のね、あのプレゼント特集ということで、うん、お父さんに喜んでもらうためのプレゼントを選ぼうという企画をやっていてね、おすすめのグッズをまとめたページがあるんですよ。はい、なのでそこに載っているグッズを一緒に見ながらね、ちょっとお父さん代表としてね、ケンさんどうなのみたいな話を聞いていこうかなと思うので、はい、皆さんもぜひプレゼント選びのご参考にしてください。ぜひください。ぜひくださいかよ。さくださいかよ。そうだね、お父さんとしてはね、そうだよね。欲しいじゃん。欲しいよね。もう最初からね、ずらっといいもの並んでるんだけど、今回はまあね、一押しということでこの、ね、グラマスのねケース持ってきました。おお、もうこれは超定番、嬉しいですね。ね、ここにさ、カードが入るようになってるので、あの電車で通勤するお父さんとかに、ね、あげるとね、喜ぶんじゃないかなと思います。でもこんなんもらったら嬉しいでしょ。息子のお小遣いを上限アップだよね、完全に。マジか。お前よく頑張ったなっつって、本当にいいセンスしてるなっつって、お前これ大丈夫だったみたいな。これ買って大丈夫だった。そうなんだ、お小遣いあげちゃうぐらいね、うん、そうそう、いい話じゃないですか。嬉しいね。うちの息子もこうなればいいな。まだ小さいからね。まだね。あれですね、あのスーツ着る人なんかね、ブラックを選ぶって言ってもあると思うんですよ、ね。はい、あともう少し別のデザインで言うと、ほらこれもかっこいいでしょ。おー、モンカーボンっていうシリーズで手帳型のものなんですけども、うんうん、このね、表面のね、こうなんていうの、折り目みたいな模様がね、とってもかっこいいという製品。どうですか、お父さん。なんか少しね、立体じゃないんだけど、うん、なんかそんな立体的に見えるっていうか、それ浮き出て見える。そう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 、ね、そうね、目を引くような模様で、まだ珍しいなっていう思うね。これ日々スーツは着ないけども、なんかおしゃれをしてるお父さんみたいなね、人にねプレゼントするといいかなという製品。こういうねケース型のタイプとかもですね、ありますよ。あとはね、仕事とかでどんどんiPhone でメモとかを取ってるっていうお父さんにはですね、ここにね、数ペンホルダーがついてる手帳ケースっていうのがあって、これもいいでしょ。実用さで選ぶならね、このタッチペンとセットで使えるこのケースもおすすめ。ああ、タッチペンね。そうそう。こうさないみたいな。あ、そう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 。必ずここでセットで持っとけるよっていうのは、ね。これは嬉しいし、しかも場所取らないのが嬉しいよね。そうだね。外側に出てないのもいいかなと思いますし。安心感がやばい。数ペン好きのお父さんにはぜひということで。そうです。あと私がピックアップしてみたのはレザーのケース。これはもうね、完全にデザイン推し。かっこいいでしょ。こうスタンドにもなるやつですけどもね。はいはいはい。あとは実用的な。機能面で言うなら、このね、アンカーさん あのマグネットがついてね、いろんなケーブルとかを、ね、束ねてくっつけておけるっていう、うんうん、バッテリー、ゾロのシリーズとかもおすすめ。こんな感じのほら、ビジネスカバーに、ね、入る小さいバッテリーとかもあります。というわけでね、はい、この他にもね、あのケースだけじゃなくて、強化ガラスとかイヤホンとか、うん、あと今、ご覧いただいたバッテリーみたいなものとか、あの父の日のプレゼントに良さそうだなと、アップワークスターがですね、思っておすすめしているものがまとまったページがありますので、皆さんぜひそちらをチェックしてみてください。はい、このね、あの動画の下の概要欄にあるですね、リンクを、ね、タップもしくはクリックするとご覧いただけますので、ぜひどうぞ。はい、バイバイ。